皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。この前、近くの健康ランドで懐かしいラムネが売っていたから、風呂上がりに飲もうと買ってみたら、ペットボトルに入っていて驚いちゃったんだぜ。ラムネといえばガラスのラムネ瓶に入っているものと相場は決まっていたのに、時代はすっかり変わったものだわね。本当だぜ。昭和の子供たちは線になっているビー玉を玉押しで押し込んで、吹き出すサイダーをこぼさないように素早く口に当てるのがみんな上手だったよな。懐かしいわね。昭和の頃に全盛だった瓶飲料はすっかり廃れて、今ではペットボトルや缶飲料にとって代わられちゃったからね。よし、じゃあ今回は、昭和時代の懐かしい瓶飲料についてゆっくり解説していくよ。よろしく頼むんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。そもそもラムネとサイダーの違いは、ラムネ瓶に入っているか、普通の瓶に入っているか、容器の違いだけじゃないのか。マリサの言う通りだね。ラムネ瓶は1872年にイギリスで開発されたもので、1887年には日本にも輸入されるようになり、1892年に大阪にあった徳永ガラス製造所が国産化に成功すると、明治から大正そして昭和にかけて、気軽に喉を潤せる庶民の飲み物として広まっていったんだよね。昭和の頃は近所の駄菓子屋でも銭湯でも、縁日の屋台でも気軽に瓶入りのラムネを売っていたのにな。銭湯に置いてある冷蔵庫には、牛乳瓶の蓋開けピックとラムネ瓶の玉押しが決まって置いてあったもんだぜ。懐かしいわね。ラムネの生産ピークは1953年、昭和28年のことで、当時は炭酸飲料の生産量の半数以上をラムネが占めていたそうだよ。それほど流行ったラムネだけど、製造メーカーの名前がちっとも思い浮かばないんだぜ。ラムネはどこかのメーカーの商品名じゃないのかな。ラムネの名前はレモネードが語源と言われ、一説によるとペリー提督が浦賀に来航した際に、黒船の上でコルク栓を使ったキュウリ瓶に入れたレモネードを幕府の役人たちに振る舞ったのが最初とも言われていたわね。ラムネはレモネードが日本風に訛ってできた名前だったんだな。ラムネの製造は中小企業分野調整法という法律に基づいて、中小企業にのみ生産が許されていて、大企業は製造に参入できない仕組みになっているため、大手飲料メーカーの名前がないんだよね。この法律では豆腐やシャンメリー、チューペットといった類の製品も該当しているんだよ。そんな法律があったなんてちっとも知らなかったんだぜ。生産ピークが1953年ということは、あんなに世間に浸透していた昭和40年代や50年代でさえ、すでにピークアウトした後だったんだな。そうだね。自動販売機の普及に伴って缶入り飲料の需要が一気に拡大。さらにペットボトルの普及によって瓶入り飲料の需要は激減。ラムネ瓶も飲み口がプラスチック製のものが登場し、やがてペットボトル入りのラムネも登場するようになったのよね。それじゃあ現在ではガラスのラムネ瓶を製造している企業はあまりないのかな。ラムネ瓶の生産は減少の一途をたどり、2014年には過去最低となる約3450万本まで落ち込んだそうだけど、その後、海外での需要が増加し、その3倍近くまで回復したそうだよ。日本国内の需要は減る一方なのに、海外で注目を集めていたとは驚きなんだぜ。ラムネと並ぶ瓶入り飲料の代表格といえばやっぱりコーラだよな。昭和の頃はコーラ戦争なんていうコカ・コーラとペプシコーラの熾烈な競争も繰り広げられたもんだぜ。日本にペプシコーラが参入したのが1956年、コカ・コーラは1957年と、ペプシコーラの方が1年早く参入したものの、ボトリング会社の設立などで後手を踏み、コカ・コーラに遅れを取ってしまうことになるのよね。当時は瓶入りのコーラが主流で、テレビ CM でも瓶のまま美味しそうにコカ・コーラを飲み干す姿と、スカッと爽やかコカ・コーラのキャッチフレーズが印象的だったよな。懐かしいわね。当時は販売店の店頭に瓶入りコーラのボトルクーラーが設置されたり、瓶入りコーラの自動販売機もあったけど、Z 世代の若者たちは使い方もわからないかもしれないわね。コカ・コーラに対抗するために、ペプシコーラはいろんなマーケティング戦略を駆使していたよな。特に現金が当たるキャンペーン目当てに毎日のようにペプシコーラを飲む昭和の子供がたくさんいたんだぜ。現金が当たるキャンペーンはペプシコーラの王冠の裏をめくって、金額の入った当たりの表示が出てくると、それに応じた現金がもらえるというキャンペーンだったわね。
昭和の少年たちはペプシコーラのキャンペーンでギャンブルの感覚を覚え、お父さんにねだってゲーム喫茶のポーカーを覚え、やがてパチンコ店に入り浸る立派な学生へと成長していったもんだぜ。大人の階段、ノーボルーとはまさにこういうことを言うんだぜ。H2O の歌みたいに言うんじゃないわよ。コカ・コーラは1965年にペプシコーラに2年先駆けて缶入りコーラを発売。1970年代には販促品をきっかけにヨーヨーブームでも成功し、圧倒的なトップシェアを占めるようになるのよね。コカ・コーラのキャンペーンをきっかけに流行ったラッセルヨーヨーは本当に大ブームだったよな。特にコカ・コーラのロゴが入った真っ赤なスーパーヨーヨーは大人気だったんだぜ。当時のキャンペーンポスターを見ると、すでに瓶入りコカ・コーラに混じって、缶入りのコカ・コーラも浸透していたことがわかるわよね。ペットボトル入りのコカ・コーラが登場したのが1982年。現在では瓶入りのコカ・コーラを見かけることは稀になっちゃったわよね。昭和世代にとっては缶やペットボトルで飲むコーラよりも、瓶で飲むコーラの方が美味しく感じるから不思議なんだぜ。瓶で飲む方が美味しいといえば、バヤリースもそうじゃないか。バヤリースが本格的な果実飲料の先駆けとして日本に登場したのは1951年、昭和26年のこと。元はアメリカで1938年に発売され、その後、爆発的な人気を博した商品で、商品名のバヤリースは果汁殺菌製法を発明し、会社を立ち上げたフランク・バヤリー氏の名前にちなんでいるんだよ。バヤリースがコーラより早く、日本に普及していたとは知らなかったんだぜ。バヤリースも発売当初は瓶入りだけだったんだろ？そうだね。当初は 200ml のリターナブル瓶として発売。瓶詰めをウェルキンソン社に委託する形で製造していたそうだよ。1953年には 250ml 入りの缶が登場。この時にマスコット、オレンジ坊や、も登場しているね。バヤリースのマスコットにはそんな名前がついていたんだな。このマスコットは1996年からは、バヤリース坊や、として、現在も CM やパッケージに使われているね。バヤリースの発売開始当初、沖縄はまだアメリカ統治下だったという歴史的な背景から、沖縄だけは別の会社がバヤリースを製造、販売。日本本土で販売されているバヤリースと味も見た目も異なるバヤリースが売られていたんだよ。それは知らなかったんだぜ。沖縄が本土復帰してから、すでに半世紀以上経っている現在はどうなんだ？1972年の沖縄本土復帰以来、事業を承継してきた沖縄バヤリースも2014年いっぱいで解散。現在は日本本土でバヤリースの製造・販売を展開するアサヒ飲料の子会社、アサヒオリオン飲料が製造・販売を担当。現在も沖縄バヤリースのブランド名で販売されているよ。一度、沖縄バヤリースと飲み比べをしてみたいもんだぜ。懐かしい瓶飲料といえば、他にどんなものがあったかな。バヤリースと同じオレンジ果汁入り飲料で言うと、プラッシーなんかも懐かしいわね。バヤリースとよく似た感じだったけど、バヤリースより少し色が薄くて、白いロゴのシンプルな瓶が特徴だったな。そうだね。プラッシーは1958年、昭和33年に武田薬品工業が販売したオレンジ果汁入り飲料で、ビタミン C をプラスしたことからプラッシーと名付けられたそうだよ。そう聞くと、ちょっと化学薬品っぽく見えちゃうような気がするんだぜ。製薬会社である武田は西洋飲料水の販売ルートを持っていなかったために、当初は米国店と自動販売機を中心に販売を展開。お届けしますプラッシー、というテレビ CM を打って、お米の配達とともに瓶入りプラッシーも一緒に配達することを売りにしていたんだよ。お米とプラッシーを一緒に配達するなんて、いかにも昭和ならではの光景だよな。昭和の頃にはたくさんあったお米屋さんも酒屋さんも、今ではすっかり見かけなくなって、サザエさんに登場する三河屋のサブちゃんが、いつウーバーイーツでバイトを始めるか心配で仕方ないんだぜ。プラッシーは瓶入り飲料の衰退や米の宅配の減少などによって、販売数が低迷したため、1980年代に一度生産中止に追い込まれたものの、その後、1998年にリニューアルして新発売。だけど2021年に製造を終了しちゃって、現在はすでに製造されていないのよね。プラッシーはお米屋さんで販売されていたから、米の研ぎ汁が使われている、なんて都市伝説もあった懐かしい瓶飲料だったんだぜ。昭和の駄菓子屋などで、当時の子供たちによく飲まれていたのがチェリオだね。チェリオも懐かしいんだぜ。あの毒々しい色の瓶飲料は、
健康志向の現在はちょっと抵抗があるかもしれないな。チェリオはファンタの成功を見ていたセブンアップの日本法人が、1960年代にアメリカで販売されていたハウディを改名して発売したのが始まりで、流通する地域によって瓶の形状や容量が異なっているため、同じ昭和世代でもイメージする瓶の形が少し違うかもしれないわね。グレープやメロン味のチェリオはかなりエグい色をしていたのを覚えている昭和世代も多いと思うんだぜ。かつてチェリオの本社や工場のあった大阪府高槻市は、街中の至るところにチェリオの自販機が設置され、飲用者も多いチェリオの街、として有名だけど、現在はペットボトルにとって変わられているわね。昭和世代にとっては瓶入りじゃないとチェリオとは言えないんだぜ。最後は昭和の映画館やボーリング場でよく販売されていたミリンダだよ。チェリオもミリンダも、瓶入りだったからそう思うのかもしれないけど、今、考えると本当に体に良くなさそうな色をしていたよな。ミリンダはペプシで有名なペプシコが販売するソフトドリンクで、日本には1964年、昭和39年に登場しているね。もともとスペインで販売されていたフルーツ風味のドリンクで、その商標をペプシコが購入して、コカ・コーラ社のファンタと競合するために世界各地でブランド展開している商品なんだよ。こうやって見てみるとファンタに競合するために開発された商品が多いんだな。それほど影響力のあったファンタも、最近は飲んでいる人をあまり見ないし、Z 世代の中には知らない人もいるんじゃないのかな。確かにそうかもしれないわね。ミリンダも現在は瓶や缶での販売を終了し、ペットボトルのみとなっているね。瓶飲料を飲んでいる姿そのものが、昭和ならではの懐かしい光景になってきているんだな。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。リクエストがあったらコメント欄にじゃんじゃん書いてほしいぜ。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また来てねー。